彼が愛したケーキ職人は、オフィル・ラウル・グレーザー監督による2017年のイスラエル・ドイツのドラマ映画である。サラードラー、ティム・カルコフ、ゾハール、シュトラウス、ロイ・ミラーラが出演している。プレミア上映は、第52回カルロ・ビバリ国際映画祭のコンペティション部門で行われ、エキュメニカル審査員賞を獲得した。また2018年度のオフィール賞作品賞を獲得した。 第91回アカデミー賞外国語映画賞にイスラエル代表作として出品されている。ベルリンのカフェで働くケーキ職人のトーマスはイスラエルからの常連客オーレンと恋仲になる。オーレンは妻子持ちだったためしばらくしてエルサレムに戻る。それきり連絡が途絶え後に彼が死亡したことが判明する。エルサレムでは オーレンの妻、あなたが休業していたカフェの再会や息子の世話などで慌ただしくしていた。そこへ、トーマスが客として現れ、後にスタッフとして雇う。レビューアグリゲーターのロッテントマトズでは42件のレビューに基づいて、支持率は100%、平均点は7.6、10となった。メトクリティックでは9件のレビューに基づいて、過重平均値は74、100となっている。 ありがとうございます。